由布市の子どもたちが議員になり、地域をより良くするための意見を述べました。議会を身近に感じてもらい、政治への関心を深めてもらおうと、由布市議会や教育委員会が初めて開催した由布市子ども未来議会。私たちは衛生的な理科室、家庭科室であるためにを提案します。小学5年生から中学3年生まで合わせて21人の子ども議員が出席し、由布市を住みよい町にするための意見や質問を市長や職員に投げかけました。結構緊張したんですけど、自分の意見をちゃんと市に伝えられたなっていうのは思いました。主催した議会事務局は、子どもたちに町づくりについて考えてもらうきっかけになったのではないかと話しています。